の X の固定ポストの、えー、とプレゼントが完成しました。たぶん X 業界でも本当にトップクラスの多分プレゼント内容だと思うんですけど多分作るのに何十時間でかかったのでたぶん10時間ぐらいはかかりましたねたぶんやり直ししたりとか動画ちょっと消えちゃったりとかでリライトも何回もしましたしでその 詳細をちょっとと話していこうかなと思います、まあ、パソコン使って、まあ、月5万とか50万円とかですねやっぱ本業とは別に作りたい人ってめちゃくちゃいると思いますしやっぱりこの日本っていうのはもう30年間ぐらい賃金も上がらなくて先進国っていうかもう後進国認定されてるんですよね確か。まあそのどん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 追い抜かれるわけですよ GDP とかそういったもの他の国から。 で税金は高くなるしんだろう外国人の移民の方にどん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 優遇されてお金もどんどんあの外国に取られてみたいな,なんかそんなまあいいように使われる国になっちゃってるわけじゃないですか今だからもう自分で稼ぐしかもう生きる道ってマジでないんだなって思うしなんだろうテレビとか見てても ニュース番組とかで1000円のランチ贅沢ですみたいなみんな言ってる国じゃないですかそうだからもう頼れないっすねこの日本っていう国に自分でなんかしないともう生きていけないしずっとお金に支配されてお金がないから働いてみたいなでその繰り返しで気がつくともうなんだろう年取ってみたいなで小泉 新次郎はあの年金80からみたいなことを言ったりとか言わなかったりとかしてるわけででも平均寿命って81歳ぐらいなんですよねだから年金なんて渡す気ないんですよ国ってだからまあ詐欺っちゃ詐欺なんですよねポンジュスキームと一緒なんですよ国とかって実はあの ポンジゲームっていうのはお金を集めてそのお金から一定額を放出するっていう手法なんですけどもう国自体が結構そういうことをやっちゃってるんですよまあこれはどこの国も一緒だと思うんですけど政府とかも全部そうでまあそういう仕組みになってるわけですよあの人間なんてだもう誰にも頼れなくて人生変えるのって他人じゃなくても自分しかいないんですよね で、その人生を変えるきっかけに1%でも、まあ、プラスになればいいなと思って、まあ、めちゃくちゃ頑張って作ったわけですよ。で、まだネットビジネスで1円も稼いだことがない人とかにも全然いいですし。で、X 限定コンテンツですね。10個の限定動画をプレゼント。あ10個じゃないです。多分 10, 10個以上ですけど。 まあ、それらを使用してですね、視聴者新しい数字言ってくださいと。内容はですね、ネットビジネスで稼ぐってどういうこと、パソコンで稼ぎたいまずは何をすべきか、成功するためのゼロからスタート人生のロードマップ、年収1000万以上を超えたマインド31選、副業10年以上の経験から始めるのにおすすめなジャンルの最新バージョンですよね、ゼロから月100万を目指すルート、考え方、すべての経験を商品に、すべての経験を商品にコンテンツ販売って、 で、メルカリで不用品販売する考え。e ベイ y スで稼ぐってどういうこと日本のものが海外でいくらで売れるリサーチ方法。これ1時間以上撮ったんですよ。1時間10分ぐらいの動画。めちゃくちゃ長いです。で、e b a ス室、有罪子マインド 01A。まあ、なんか有罪子怖いっていう人に。で、ゼロからコンテンツ販売で稼ぐってどういうことまあ、あ違う、ゼロの状態から AI で稼ぐってどういうこと AI で稼ぐって一体何なんだろうな、みたいな。まあ、その、きっかけの動画になればいいなと思いますね。で、ゼロからコンテンツ販売で稼ぐってどういうことコンテンツ販売の、なんか、流れがよくわからないみたいな。って思うんですよ。初めての方って。それをちょっと、動画で喋ってます。で、アフィリエイトで稼ぐってどういうことアフィリエイトも、 名前は知ってるけどよく仕組みわからないんだよなーっていう人に向けて撮りましたね。で、この動画を見る人はほぼ間違いなく人生が好転する理する理由。まあ、マインド系の話。で、気になったものがあれば個別で限定コンテンツを送る。そうですね、X の固定ツインの載せておくので、あの、すべてコンテンツ無料で見れますね。 X なんで僕がガチローかなーって思った話をちょっとですねしようと思うんですけども今僕の YouTube のチャンネルがもうすぐ4,000人なんですよで始めたのは多分本当45年ぐらい前で動画も1,000本以上撮ってて労力の割にはまあしょぼいじゃないですか でも原因がね1個あるんですよね多分絶対昔伸びやすかったじゃないですかライバルいないので僕なんか YouTube 始めた時に友達と友達があのチャンネル登録1000人買えばすぐチャンネル収益化できるじゃんみたいな話持ってこられてで昔ここならでめちゃめちゃあったんですよあの1000人増やしますみたいなでそれをですねあの興味本位で買ってみたんですよ で一気に増えて一気に下がったみたいな感じになって、多分、あそこで YouTube のアルゴリズムがぶっ壊れて <laughs>、チャンネル死亡みたいな、まあ、あるかもしれないですね。まあ、もしかしたら原因であるかもしれないけど、まあ、もちろんコンテンツの、なんだろう、無編集でやってるので、その辺がちょっと、まあ、良くなかったのかなっていうのはあるかもしれないです、ね。まあ、濃い人はめちゃめちゃ濃い人いるんですよ。全部動画見ましたって何回ももらいましたね。 何回も本当にもらいましたよ。あの、メッセージで。あの、全部動画見ましたっていう。います千本全部動画見ましたっていう人。いないですよ。絶対。他の YouTube とか。でも結構もらいましたな。全部見ましたって。ほぼ見ましたとかですかね。まあ、ありがたいです、本当 で、まあ理由はですね、今 YouTube4000 人ぐらい,い、もうすぐ行くんですけど、その,量の,その労力をもし僕が YouTube プラス X でやってたら、X、まあ旧ツイッターですね、あのツイッターの方が、あのまあ僕今最近のこの1ヶ月ぐらいの体感で、その X よりもうんと、5倍、そうだな、5倍、 から7倍ぐらいあのフォロワー数が増えやすいんですよ。要はチャンネル登録って結構ハードル高いし、X だとリツイートとか、あいろいろ拡散機能があるので拡散されやすいので、まあ、すごい単純計算5から7倍ぐらいですね。あの、まあのまフォロワー、チャンネル登録ってことを加味すると、まあフォローされやすいっていう感覚なんですよ。だからもし YouTube が4000人だと仮定して、まあ、5倍ですね。あの増えやすいので、YouTube と同じ労力を X, も X にも注いでたら、多分僕2万人ぐらいのフォロワー数いたんですよ、X で。で、X でそれだけ伸ばしてれば、拡散機能があるので、YouTube のチャンネル登録も今よりも絶対伸びてるわけじゃないですか。多分6000人とか言ってたわけな、言ってたと思うんですよ、X がそれだけ伸びれば。 っていうことは、どっちかっていうと、X を伸ばした方が、Twitter を伸ばした方が、まあ、良かったんじゃないのかっていうのが、考えなんですよね。で、まあ、もちろん今からだと遅いかもしれないんですけど、まあ、とりあえず X ですね、1万人まで目指してるんですよ。で、今はですね、ほんと1日5人とか増えてるので、 僕はですね、亀のようにあの永遠に継続することが得意なので、これずっとできるんですよ。あの1でも増えてればずっと継続できるあの意味不明な忍耐力があるんですよ。YouTube と一緒で。あの、eBay もそうですよね、1万品以上有罪庫で出品するとか。僕は、あの、あれなんですよ。その、泥,の泥水をかぶるんですよ。亀のようには。 前に行ければいいんですよだからぼ天凡人なんですよ。スーパー凡人なのであの、凡人はもう亀のように歩くしかないんですよで。僕は X の方は5人でもですね、3人でも1日増え,増えれば、その結果が最近毎日来るんですよ。この 1, 1ヶ月ぐらい。なので僕はもうここの亀のように伸びるレールに乗れたんですよ。で、しかも。 あのまあ YouTube とか物販とかで亀のようにやり続けたその成功体験があるのでそれを X の方に移転するっていうだけなんですねじゃ仮にそうですよね仮にじゃあうんと1万人まで行くのに割るごにするじゃないですかそうすると日数が出るのでな何日だろう2000日2000日 <laughs> ?2000 日はちょっときついな 2000日で、まあ360日だとすると1年間。5年かかるのか。無理だな。5年はちょっと長いなで。まあできますけど、そんだけ5年もかかるおかしいな。まあそう。だから5年かかっちゃったら、まあまた人生、またなんか新しい SNS とかがどんどん増えるわけで、まあ X が下火になってる可能性もあるので、 なので、あの、それだとちょっとブーストかからないよっていう形で、今、X ステップとか入れたんですよ。X ステップ、月2万2000円かかりますからね。結構高いです。で、ほとんどもうやり方とかは慣れたので、あの、問題なくできるので、もしですね、X ステップ教えてほしいっていう人は、あの、個別で連絡してください。あの、教え方全部教えるので、いや、あの、これから契約したいですね。 多分僕経由で契約とかもできると思うので、そしたらなんかめちゃくちゃ教えるので、あの連絡してください。はい、で、えっとまあ1万人目指すために、そのブーストをかけたかったので、その X の固定ツイートにスーパーコンテンツをぶち込もうと思ったんですよ。固定ポストに、固定ポストか。 で、あの、フォロー、いいね、リプだけでですね、すべて無料で公開しますっていう、まあ、ちょっと一つアクションが必要なんですけど、まあそのふうなんで僕も労力使って、動画何十本で撮って、あのー、マインドマップ作って、ほんと10時間以上作ったものなので、もうちょっとここだけはぜひ協力してほしいですね。できればですね。で、すべてのジャンルにか完全取り下ろしの限定動画も視聴できますね。 でこれはもう、えー、っと、9月ですね。もう最新情報です、全部。9月中に撮りました、全部。こんな感じですね。こんな感じで、今のところ1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本。あ、初めての外注化マインドっていうのも入れてないかも。あ、入れてありますね。初めての、んちょっと待ってください。 あここかここにまだ1個追加されますね。えっ、ー、と、外中か。害中か。かの、なんだろうな、01でいっか。これ、初めてのデートこ。 初めててのの外注化マインドっていうのも作りました。だから僕は100人以上計今まで外注してきたのであのそのんだろうな流れとか考え方とかステップとかをまとめてますめちゃめちゃいいですよね外注化したい人にでこの動画を見る人全ての経験を商品にコンテンツイバー、年収1000万円を超えるためのマインドセット副業10年以上の経験から おすすめジャンル月100万達成するのは12個今は取ってますねこの12個はとりあえず見れるんですけどもここの部分はもっと増えてきます常に僕が例えばこれ YouTube だとちょっと話せないなみたいな内容とかってめちゃめちゃあるんですよ実はあの YouTube だとちょっと有益すぎて話せたくないなみたいな結構あってあこれ理由はやっぱライバル増えるじゃないですか だから僕よく思うんですけどあの情報商材やってる人たちってあの月に100万稼げますとか20万稼げますとかめっちゃいるんですけどあれ自分でやった方が僕いいと思ってる方なんですよ立場的に。だって100万稼げるんだったら自分で仕組み化して害虫さん例えば20人ぐらい集めて100万稼げる柱を誰かに教えるってことはあの誰かがライバルが 30人50人っていう形であのその柱を作る,作,る作って増えるわけじゃないですかだったら自分で10本ぐらいプラスで100万円の柱作ることで可能だと思うんですよ理論上はで自分でだってやるのでそれをやらないでなんかリスト集めて LINE 登録してなんかセミナーやって個別相談して、あのー、例えばコンサル費用スクール費用100万円50万円かかりますよみたいなやるぐらいだったら 普通に考えてそのノウハウあるんだったら僕だったら外注さん雇っ,雇って仕組み作ってマニュアル作ってあのその100万っていうのをかける十作りますけどね独占しますけどね普通に全然そうやりますけどねただ僕が e ーベイのユーザー役を教える理由っていうのはもう あの仕入れすることないんですよ僕自身がもう手元に商品あるのであと出,版出品するだけなので,でしかも ebay って全世界が相手なんですよだから日本の小さなコマを取り合うことじゃないんですよあれ世界中が相手なのでなのであの教えてもいいっていう感覚になってるだけなんですよ僕はだから日本の何か小さいなんか市場をなんか 取りに行くぐらいだっからそう考えるとその物販で海外を相手にするっていうのは何で教えられるかっていうのはそういう理由があってだから海外を相手にしてるビジネスの人は僕はなんかいいと思いますよ教えてもらってもって思いますね。うん。 そんなかぶんないんだもん。まあ12個ぐらいとりあえず取りましたよと。もう全部これ取ったので、もう全部公開できるんです。あと固定ツイートに入れて、あの、設定すれば。で、じゃあですね、ネットビジネスで稼ぐってどういうことパソコンがあれば稼げる。それって場所も時間も選ばないし、まあ給料みたいに上限がないからうまくいけばお天井で稼げる。 でネットを使って稼ぎたい、そのロードマップを送りますと、まあ、フォロー、いいねと、リプしただけが見れますと。まあ、これも理由が1万人絶対行きたいので、あの、ちょっと協力してくださいって感じですね。まあ、逆に言うと、あの、本当に、普通の YouTube よりも全然有料級の話してるので、これだけで動画見れるっていうことは、あの、多分かなりの価値ですし、価値ですし、 僕の YouTube を今まで見まくってる人だったら多分全部見ると思うんですよ、間違いなく。で、ね、パソコンで稼ぎたいまずは何をすべきか。パソコンで稼げれば本業プラス副業の収入になるので、副業で収入ができればお金に苦労することが圧倒的に減りますよね。で何をすべきかわからないそんなあなたに動画を送りますってことで。で、成功するための人生のロードマップ。ここでの成功の定義は、まあ、極力お金に困らない人生を送ること。 でどう毎日を過ごせば未来が楽になっていく,いくのか、そんな実体験を交えて話とか、年収1000万以上を超えたマインド31戦学歴ゼロスーパー転移の高卒で、そんな自分でも、まあ、本当にただのパチンカーだったので,で、年収1000万円を超えることができた何も持たないものが逆転できるマインド31戦を動画で送りますと、でこの31戦の動画は過去の YouTube でかなり力を入れた YouTube プラス、あの新規で動画を1本撮ってるってことですね。 イヤホンつう。で次ですね副業10年以上の経験からおすすめジャンルを紹介あのねこれは僕2013年から副業とかパソコンでいろいろなんかチャレンジしてるんですよブログ書いたりとか YouTube やったりとかで今2024年なので11年ぐらいやってるわけなんですけどあのそれぐらい経験値あってで最近 X とか見ると 本当に a アップっていうのがめちゃめちゃ多いしめちゃめちゃ無法地帯になってるんですよあの一番なんか僕嫌いなのが AI でコンテンツ作って AI で30分でコンテンツ作ってなんかその商品を売ろうみたいなのがめっちゃ出てきて最近あの AI で作ったコンテンツなんていいわけないじゃないですか中身クソですよ絶対そんなのなんか本当に10分とか20分ぐらい作って売ろうみたいなのめちゃくちゃ増えてるんですよ 僕はもうほんと11年ぐらい自分でもう手を動かしてずっとあの副業が本業になっていまだに毎日パソコンしてるっていう感じなので本当に多分なんだろう積み上げてもらげた上げてきたものが全然違うと思うんですよねだからこういう形で YouTube の話もできればなんか印税とかの話ができればまあちょっとコンテンツ販売とかマーケティングとかまあもちろん弱いですけど あのできますし、で、物販の話とか、メルカリの話とか、あとはまあ、そうですね、ワードプレス、ワードプレスでなんか、デザイン作ったりとか、あとはなんか、あ、AI 系の話とか、ショート動画とかも最近やってたりとかですね。だから本当にこう、副業に関するものは全てやってきたので、 なんか、パッと出てきて AI でなんちゃらこうかんちゃらみたいな、めちゃめちゃ多いんですよ、今。AI 使ってコンテンツ作ってみたいな。で AI アップばっかなんですよ。で、喧嘩始まってるじゃないですか、X で。もうめちゃめちゃ喧嘩始まってるんですよ。なんか A アップの人は私に言ってきてみたいな。あの、めっちゃ喧嘩始まってるんですよ。だから、 僕は11年ぐらいガチでやってきたので、まあ、いろんな話ができるよと。で、月100万円を目指すルート。10年以上副業やった経験からまあ、どうやって夢の月収100万円を達成するか。可能な方法をいくつか話すので参考にしてください。実際に自分が通った道ですね。月収100万はもう僕はめちゃくちゃ遅いですけどやっぱり到達したので、あの、 天才じゃないんですよね凡人でもできるような考えです全ての経験を商品にコンテンツ販売ってあなたの経験で細分化すればコンテンツになるしでそれらを販売して収入を得ることも可能なんですねでもゼロの人やったことない人ってまあ一体どうやってって分かんないしで僕自体も全部全て手作りでやってきたことなんですよね最初なんてもう何も分かんないです何も分かんないからこそそれを突破して実際に作って あの売れた経験とかあるので、多分コンテンツも100本以上は今まで売ってますよね。あそっかココナラとかもあるので200300本売ってきてるので、まあ、その経験とか。でこういうのもなんかどんどん更新していこうかなと思ってるんですよ。例えばコンテンツ販売する時に今まではココナラノートとかが、えー、っとまあ主流だったけど最近だとパークっていうですねあの決済を使ってそこに商品を作って でパーク経由であのコンテンツを売るとか、なんかやっぱり時代が変わる、なまあ時代が進むにつれて新しいツールとか出てくるので、そういったものもですね、これちょっと YouTube だとあの公開できないかなっていうのも、なんか X 限定で公開もどんどんしていこうかなと思いますね。でまずはメルカリで不用品する販売、不用品す販売する考え。 ガチの初心者ですね。例えば、本業をやってて、副業で1円も稼いだことない人が、まあ、メルカリで最初の数百円とか数千円稼ぎましょうよっていう話。まあ、メルカリにはですね、あ、これルールになってる。メルカリには稼ぐために必要なことが詰まっているので、そんな話、テクニック。まあ、eBay 室で稼ぐってどういうことまあ、e、eBay ですね。僕も10年ぐらいやってて、完全独学ですね。で、そんな経験や、 経験、eBay で稼ぐって、えー、ゼロから一体何をすればいいのかって分かんないんじゃないですか、実際に。どういった商品を扱えばいいのか。最初は結構、あれで、最初のジャンル選びとかが結構僕大事だと思うんですよ。だから最初から大きい商品を、例えば5個仕入れたらもう置く場所がないみたいな。じゃあもうやりたくないってなったりとか。最初からハードルが高いものを選んじゃうと、 まあそもそもやっぱビジネス副業ってやりたくないってなるので最初からどういう商品とか考え方とかもう本当にあのこれからやりたい人に向けてとあの完全取り下ろしですね完全新作動画ですね確かに最初ってめっちゃ大事かもしれないですね例えば無在庫から入って独学でやってツールも使わないで10品ぐらい出してあの放置してたら勝手に売れたと思ったら在庫切れになってて でなんか評価もゼロ自分のアカウントの評価がゼロだから一気になんかなんだろうペナルティ食らったみたいなのもあると思うしこれって多分最初の考え方の選び方とかでなんか無罪行の方がイメージ的に楽だから、まあ、とりあえずそっちで自分なりにやってみたみたいなでもなんかこれ絶対無理じゃんみたいなおじ、まあ、じ例えば自力でやるの無理じゃんってなった時にじゃあもう eBay をやらなくていいやみたいなさよならってなるかもしれないから 結構最初のそういう入りの部分の考え方とかをですね10年ぐらいの経験を持って話しましたでこれ1時間の動画はですね日本のものが海外でいくらで売れるかのリサーチ方法ってことなんですけども、まあ、実際に僕はあの画面を映しながらリサーチをですねえっとその場でその場でその台本もなしに いきなりリサーチをしましまたその場でその場でリサーチをして本当にビビるぐらい利益商品で見つかるんですよ。あの本当その短時間で。でそれを、まあ、実践してる話をあの話しました。普通に超有益だと思いますね。こういうのはさすがに X, X じゃないわ。YouTube だとあれかなと思って、まあ、でも X でフォローしてくれるんだったらいいかなと思って。 まあ、リツイートとか、リポストですね。リポストとかしてほしいですね。もしですね、不要品を売るときにメル,メルカリが1000円、e-mail で3000円で売れる、まあその時あなたどっちで売りたいですかって高い方で売れたいと思うんですよね。100円でも500円でも。で、即海外でいくらで売れるか調べる方法の、まあ、テクニックですね。この辺完全独学になるので、他の人と多分僕全然違いますよ。考え方とかやり方とか。 他の YouTube で発信してる人とかいろんな人いると思うんですけどまあそれは別に eBay とかぬ、うん抜きにして本当に僕独学でなんか人とは一歩違う考え方でやろうっていう独自性でちょっとやっちゃうのでまあそれが成功したり失敗したりもあるんですけどもちろんでもなんか自分は考えるのが結構楽しいので好きなので だからそういうのやっちゃうんですよね。eBay 輸出、有在庫マインド。eBay 輸出って、eBay って基本、まあ無在庫が基本でしょ、みたいな。動画とかブログとか見ても無在庫ばっかだよね、みたいな。有在庫で運営するなんて怖すぎるんだけど、みたいな。ってみんない回思うと思うんですよね。でもまあ、在庫資産にできたらどうですかっていう、まあちょっと、在庫資産ってはてなって思う人いると思うんですけども、まあ、最強の在庫資産にする考えの動画を送りますと。 って感じですね AI で稼ぐでどういうこと今流行りの AI を使った副業でも AI で使ってどうやって稼ぐのって疑問になりますよね AI で僕はこの直近1年間で年間1000万以上は余裕で利益出たんですよ利益ベースで,でその経験から AI マネタイズを話しますと今はちょっと下火になってるので新しい AI を使った方法とかで常に変化に対応して新しいことをチャレンジしてるってことですねまあその新しいことをチャレンジする考え方とかもしゃべってます でコンテンツ販売で稼ぐってどういうことコンテンツ販売、作成から販売までのロードマップ。自分の商品を作るスキルさえあれば、覚えたことを全てコンテンツ化にできるんですよ。もはや最強の能力じゃないですかね。これ最強の能力ですよね。普通に。覚えたことを全てコンテンツにできるって。僕はもこれ最強能力だと思ってるんですよ。で、 そのロードマップを話します。アフィリエイトで稼いでいうことアフィリエイトはですね、僕はもう6年ぐらい多分経験あって、で、ワードプレスも多分1000個ぐらいサイト、あ、1000個じゃない、100個ぐらいはサイト作ったことありますね。あのペラページも合わせて、1ページのページも合わせて、その本当の失敗とかも合わせると100個ぐらいはありますね。 でアフィリエイトに関しては実績でいうと独学で11ヶ月目で80万円ぐらいのアフィリエイト発生してでその時に案件とかがやっぱりどんどんなくなったりするので資産性ないなと思ってそのあとに自分の YouTube とかの情報を発信始めたっていう感じなのでそんなにアフィリエイト自体はなんかスーパーえっと経験がある経験っていうか実績があるっていうわけじゃないんですけど まあ、触りの部分とかはもうほぼ分かっているので、なんかアフィリエイトって何とか、えっ、ー、と、どういう仕組みとか、なんでアフィリエイトで青,青天井で稼げるのみたいなっていう話とかをしているので、まあ、興味ある人はですね、絶対見た方がいいですね。てか、僕が見たかったですね、逆20年前に。で、この動画を見る人はほぼ間違いなく人生が好転する理由。まあ、人生良くしたいですよね、誰だってイエス。でもなんで俺の人生良くならないのと。 夢も希望もない僕の人生が、まあ、好転した実体験ですね。なんかラジオ的に実体験で話すので、結構面白いと思います。で、初めての害虫の仕組みを知りたい。害虫こってみんなやれってですね、まあ誰でも言いますけど、実際わからないし、僕も、まあ過去のコンサル生とかもそうなんですけど、害虫に苦手意識ありますって、やっぱり、 何人何人もの人からそういった声をもらいましたね。外注ってなんか苦手意識あるんですよね、みたいな。自分だとできるかわからないっていう。結構苦手意識持ってる人多って。で、僕ももちろんそうだったんですね、最初。ど,などうしようかな、みたいな。クラウドワークスがいいのランサーズがいいのシュフティがいいのジュモティがいいのみたいな。まあ、その辺も全部使ったので。 でなんだかんだで過去今まで累計100人以上はですね外注さんにいろんな作業をお願いしました例えば YouTube で言うと動画編台本作りリライトえっと動画作成もやったし Kindle だと校閲ですね文書の校閲校閲ガールっていうのをですね募集しましたねで物販はえっと写真を送るので あの出品作業をお願いしましたね。あとは AI 系だと画像のそのバグのチェックっていうのをお願いしました。あとはブログの記事作成もお願いしましたね。昔ワードプレスのブログの記事作成もお願いしましたし。あとは Kindle で文書の募集もしましたね。文書の募集。 例えば、なんか、珍しい職業の人から募集来たんですよ。あの、プロフィール見たときに。だから、それを、文章、これをですね、実体験を、あの、本書きたいので、1万文字ぐらいで書いてください、みたいな。で、1000円みたいな感じでもらいましたね。それで、その本結構売れてました。今まで多分累計10万、20万、30万ぐらい売れてるかもしれないですね、今まで累計。てかね、 っちゃけこれできるんですよ。AI だと、あの、AI でうん、これだけでも多分コンテンツできるんですけど、コンテンツ販売できるんですけど、AI で、なんか文章1万文字書いて、kindle で出版するとかもできることはできるんですけど、やっぱ魂困ってないし、リアルではないんですよね、どうしても。だから例えば、あの、 珍しいい人っているわけですよ夜の中に例えば例えばじゃあえっと22歳ぐらいの女の子が2トントラックの運転手であの全国飛び回ってますみたいなでもその時にあった実体験みたいな本があったらちょっと見たくないですか例えばなんかパーキングエリアとかでその 他の男性からナンパされるみたいな他のトラックの運転手の仲間からなんか恋心を持たれるとかそうなんかいろいろあると思うんですよその子なりにそれをですね赤裸々に綴った1万ページ1万文字ぐらいの本が Kindle にあってでそれもし無料で出ててで自分が Kindle の読み放題のプランに入ってたらちょっと見てもいいかなってならないですかね無料だし。 Kindle っていうのは1ページごとに0.4円の、まあ、0.4円前後の、まあ、あれ変動するんですけど印税っていうのがもらえるんですよ。で僕はあのそういう実体験の職業とかを募集して本にして印税を未だに入ってきてるんですけど。 なんかねそれも結局300人とか人を集めて人っていうのが普通に来るのであなたの体験をくださいみたいな AI 使わないでねみたいなことやれば普通に募集来るのでなんかそれをなんか本にしてもいいと思うんですよねそうあなただけの体験ってあるじゃないですか例えばなんだろう幼稚園に入って だだけどは僕だけど僕男ですみたいな幼稚園の先生だけど男の体験だみたいな他はみんな女の先生あの生きづらかった点良かった点とかおすすめな点とか例えば考えてる人っていると思うんですよこれか僕男だけど幼稚園の先生になりたいんだよなでも実際にどうなんだろう知りたいな実体験ないかなあンドになって見てみようとかこれ需要と共有がマッチしてるんですけども でその需要と共有が小さかったとしてももしそれが500円ぐらいで記事募集できたらその500円で一生残るわけじゃないですか k i キンドルとア Amazon の中にその本がで一生残ってその本から一生お金が入ってくるっていう考えたらこれで損益分岐点を考えるんですよじゃあ募集が500円かかったじゃあ500円以上の利益が出ればその後はずっとお金が入ってくる印税が入ってくるじゃあその仕組みでどんどん量産していこう で僕はこういう亀みたいな考え方が一番好きなんですよ、やってて。うん、神思考なので。だから、なんだろうな。世の中って今、マジですごい人ばっかりなんですよ。本当に、一瞬で何億稼げたとか、もう一瞬で月500万とか、本当にすごい人ばっかなんですけど、なんかもう僕はもう、田舎育ちで、田舎人だし、なんか別に、 なんだろう飲みとか行きたくないし豪遊とか別に興味ないんですよ。キャバクラ行くとか飲み行くとか逆にもったいないなって思っちゃったりとかし思っちゃうタイプなんですよね。それ行くんだったら何かなんだろう川行って釣りしたりとかうんあの田舎温泉行ったりとかおいしいもの食べたりとかだし車も別に興味なくて あの普通に軽自動車ですし自分の車で歩くのを好きなのであの1時間とか2時間ぐらいかかる距離だったら普通タクシーとか使うんですけど僕は逆に歩くんですよね運動も兼ねてでもかお金使わないんですよねだからもう亀でいいやみたいなそんなそんな話 で、X の固定ツいですね。今後もコンテンツは追加すい。これマジで追加していきます。本当に。多分ここの部分ですね。ここの、ここの部分。ここ、多分最終的に20個、30個とかなると思います。で、あの追加したらその時に X で告知するので、あの見れますね。 で、ここまで読んでいただきありがとうございます。最後にこのポストをまとめて話す動画を完全限定動画で撮影したものそうですね、このポストをなんか最後になんか話そうかなっていう動画も作ろうかなと思います。まあ学歴ゼロですね。まあ学歴なんていらないよと。あった方がいい。まああるに越したことはないと思いますけど、まあ、ゼロでもいけますよと。あるに越したことはないと思いますけど。まあ高卒ですね。 で、正社員の経験は人生で3ヶ月だけなんですよ。これガチです。18歳で就職して、3ヶ月ぐらいで確か辞めてで、その後はずっと派遣とバイトと契約社員みたいな感じですかね、確か。そうですね。ボーナスっていうのがですね、人生で1個円ももらったことないんですよ。 ボーナスの仕組みってよくわかんないんですよね。年間1回出る人もいれば、2, 2回出る人もいる,しいるみたいで、なんか3ヶ月間出る人もいれば、なんか賞与っていうんですか、ボーナスって。ボーナスの定義が全然わかんないんですよね。そう。え、てか、ボーナスに縛られる、縛られるのって僕どうなのって思っちゃってて、ボーナス毎日もらえばよくねっていう考えなんですよ。 例えば、どっかに、その仕組みを作るじゃないですか。じゃあ、コンテンツを作る、さっきみたいに本をたくさん作る、YouTube を作るってなるじゃないですか。毎日ボーナス入ってくるんですよ。インターネットから。え、そっちのはよくないみたいな考えなんですよ。どうですかね。まあ、僕が実,実践したことです。やっぱ学ぶですね。 常に学べと。常にチャレンジをしろと。でそれをですね、習慣にするんですよ。そうするとですねあの、習慣にして学んでチャレンジをしていくと、絶対どこかで改善が出てくるんですよね。で、改善していくと、より良くなって、結果につながりますと。で、それをずっとやっててもですね、落ちぶれるわけですよ。その手法とか、まあ、ライバルも増えましたとか、他にいいものができましたとか。 あのユーザーが少なくなりましたとかツール使えなくなりましたとかもう絶対に下火になるんですよ基本的にはだからこそ変化に対応するんですよねだからこの繰り返しで収入の柱っていうのを1本2本3本って増やしていけば本業をやめてもですね副業フリーランス企業例えば個人事業主とかで、えー、稼いでいく生きていくことっていうのは可能になると思うので だからこそ、まあ、僕はこの、このルーティンっていうのを、まあ、テーマにしましたね。で、これを実践にしてきて、とりあえずはですね、お金に困らない人生を今のところは送ってますと。まあ、人生って本当に不尽なことは連続ですよ。本当に。でも、誰だってですね、ゼロからでも逆転はマジでできると思います。 いほんとそうですよね誰だってできますよ。やるかやらないか勉強するかしないかなんだろうな他人のせいにするか自分のせいにするかとか、まあ、その辺の考えっていうのは自分だと気づかないところは多いので本読んだりとかなんかこういう YouTube 聞くとかしか無理だと思いますねやっぱりだって自分が変わっていれば辛い人生なんてならないわけじゃないですかあの なんだろう気づいてれば今つらいなんてありえないと思うんですよきっかけが分かればでもそのきっかけが分かんないからつらいわけであってだからそう考えるとまだあ誰だって人生逆転できるようなそれはやっぱり自分発信よりも最初は他人なんだろうなっていうのは思いますね自分で変われるんだったらもう変われてるわけだし そんな人が増えてくれれば嬉しいし、参考になったと言ってもらえるように僕も頑張りますと。まあ、頑張っていきましょうと。頑張るとリップした時に限定動画を送りますと。あ、この辺まだ、ここだけ撮ってないですね、まだ。まあ今これちょっと撮っちゃったんで撮らないと。最後にですね、なんか、お礼を考えたんですよ。まだかんあの決まってないんですけど。 まあ全部見てくれた人にですね、まだ決めてないんですが、限定動画を撮影して何かお礼のプレゼントもしたいと思います。まあ、例えば手法とかだと伝われちゃうので、根本的な考え方とか、例えば僕自身の生まれてから今に至るまでの、えっと、なんだろう、人生の 人生の生き方みたいな本当のスーパーダメ人間だったけどとりあえずはお金に困らなくって知識が増えたそれをこう子どもの時から今に至るまでの話みたいなそれ1時間まあそうですね頑張って1時間とか1時間半とかなんかそういうのを取ってもいいなって思いましたねでもちろん YouTube だと喋れない部分とかを なんか、X フォロワーさん限定とかで、なんかもうちょっと YouTube よりも、なんかもうちょっと詳しくですね、実際何をやって、それだけ収益得たとか、なんかそういう手法の部分とかも、喋っていこうかなって思いましたね。だからそれプレゼントとかでちょっと考えましたね。といな感じで、これを X のですね、ちょっと固定ポスト、一番上のところに載せておこうと思うので、 そうですね。あーこの頑張るってやつだけまだ取ってなかったな。ちょっとそれだけ取るので、まあ、木曜日、あ、そうですね。3連休とか、金、土、日、月ぐらいにはですね、あの、X の方にこれ投下するので、ちょっと X の方、今のうちにフォローしといてください。じゃあ、えっと、かなり、 あの楽しいコンテンテツだと思うんですここまでやる人多分いないので是非見てほしいですね本当に全部見てほしいですできればっていう形であの X の方概要欄載せていくのでよかったら見てください